皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは特撮です。えー、ご紹介するキャラクターはゴジラですね。そしてですね、えー、いつもあの映画と特撮を交互に基本的にはご紹介していってるんですけども、えー、しばらくですね、その映画はあのその日替わりで えー、やろうと思いますすすけども特撮をする際にはですね今からあお届けするテーマをちょっと一貫して、えー、連続でやってみようかなと思います。えー、何かというとという話になるんですが、まあ、ここにあるのがですね、えー、ちょうど 1 9 8四年の言うところの84ゴジラのパンフレットから始まりまして、えーまあ、ずっとね、自分が劇場で見てきた映画のパンフレットがこれずっとね、まあ言うところの84ゴジラに始まり、えー、VS シリーズ、そしてミレニアムシリーズ、それから海外版のゴジラ、えー、という、それからまあ、あとはゴジラフェスティバルかな、まあ、そういったもののパンフレットが今あるんですけども、えー、それらをですね、まあご紹介するんですが、その 映画の本編ということではなくてですね、えっ、ー、と、その中のですね、まあ、パンフレットの中もですね、ちょっとどこをどうお見せしていいのかなっていうのはちょっと迷いどころではあったんですけども、えー、皆さんあの映画パンフレットを見たときに、特にこのゴジラシリーズなり特撮ものを見たときって、こういうページって気になりませんかこういうページ。つまり本編ではなくて、 えー、こんな商品を発売します。こんな商品がすでに発売されてます。というようなことが書かれたページが、えー、常にあったんですね。で、まあ、映画館に行って、映画を見終わった後にですね、このパンフレットを、まあね、両親に買ってもらって、そして、えー、そして、この中にね、わ、こんなんがあるな、あなんがあるな、っていうことで見て、そしてその見たものがですね、劇場の売店に売っていると。 っていうことなんですね。そこで、まあ、願いがね、叶う時には、どこで買ってもらえたり、もしくは、えー、その、もう数年経ってからねあ、あの時の商品だっていうようなことで手に入れたりとか、まあっていうようなものがいろいろあるんですけど、それを、そのページを、その記事をご紹介するっていうことをちょっとやってみようかなと思います。えー、おそらく、ああ、これ懐かしいと思ってくださる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。えー、なので、趣旨としては、映画の本編、 の部分は特段触れずに、えー、あの、その商品のところだけ行きたいと思います。というわけで今日は第1回ということで、えー、こちらのですね、8音ゴジラの、えー、まあ、ページの一部をちょっと見ようかなということになるわけですね。はい。で、まあこれがね、なんですかね、まあいわば VS シリーズの、えー、実は原点になってるというものですね。はい。 ということでですね。で、ずっとまあ見てたんですけども、あー例えばですね、えー、こういうとこにね、ちょっと記事がやっぱありましたね、えー。こんなとこです。はい。東方ビデオゴジラ。で、この84ゴジラのパンフレットに、す、え、で、ー、にですね、この2月10日発売決定、ゴジラ上映劇場でもご予約できます。ということで、ビデオテープの販売の宣伝が載ってたんですね、パンフレットにね。 全世界注目の中、史上最強、最悪の怪物が蘇った。こちらですね。カラー103分、ハイファイステリオ、VHS、ベータ。ベータとか VHS っていうの言葉はね、もうちょっとわからない方も多いと思うんですけどもね。えー、まあ、その、二大競争があったんですね。えー、VHS というものとベータ。まあ、長時間録画と、時間は短いけども、高画質って、ベータとね。 いうことだったんですけどねまあこの論争があったんですよねまあ、結局のところ vhs が勝ちましたけどねで a、えー、1万4000円、まあ、当時ねビデオって本当高かったんですよねだからレンタルビデオやというのはすごい重宝されたんですね他にもこう色々シリーズが載ってますけどどれも高いんですよねはい。うんこので、ね、予告編集もねあの持ってますしレーザーディスクでも出ましたよねその後ね、うん ねえ、もう、こんな時代が今となってはびっくりしますよね。はい。それからですね、あとは記事であったのは、えっ、ー、とね、ここかなここですね。はい。ここです。えー、東方シネファイルソフトライブラリーというものなんですけども、パソコンキッズに次ぐシネスコアドベンチャーゴジラ、シネスコウォーゲーム海底軍艦。 ということでまああのー、いうところのどう,うですかねまあ、カセットなんですよねこれ確かねでえー、っとあってかセテープテープね対応機種 PC88、えー、ですよねその後98が出たんでしたっけで FM とかねもうこれねあの父がねパソコンも好きだったんでそういうショップに行ってねこれも当時見たことがありますはいまあまだその時はね自分のパソコンなんてなかったんでねあのそこの パソコンのお店でねコンピューターのお店でじーっとそれを見てうわーすごいなーって楽しんでみたのは覚えてますもうまさしくこれでしたねこんな,なんか記事ももう一個あってこれの名前が載ってるのはすごいですね東宝特撮ゲームコンテストは残念ながら各賞とも該当作品がなく特別奨励賞として京都府の斉藤明さんでしょうかね、えー、に賞金3万円並びに副賞を贈らせていただきます すっごいですね。劇場で販売するパンフェットにも個人名が載ってるっていうね。はい。というね。それから、えー、ずっと来まして、ここですかね。えー、85年特撮ファンへ巨大な贈り物。東宝 SF 特撮映画シリーズ。これね、好きです。このシリーズね。あのー もう結構持てたと思うんで、またご紹介してもと思いますけどもね。あの、情報量としてはすごくね、えー、たくさん載ったもので、えー、映画の宣材とかね、ポスターとかも載っててね。シナリオ、絵コンテを完全に収録。フィルムを使ったシネストーリー。監督、脚本家にロングインタビューとかね。はい。ちょっとすいません。影になるかもしれませんが。あとこの東宝特撮映画全史これもね、 結構高いんですけど、これね、当時買ってもらったんですよ。これはもう覚えてます。今も持ってます。はい。すごく立派な本です。あの、段ボールのね、あの、立派なね、なんて言うんですかね、もう保管用の箱みたいなのに入ってるんですよ。保存用と言いますかね。はい。それから、ゴジラ通信販売というわけで、これはだから映画館でも売ってたと思うんですよね。ポスター A、ポスター B、ノート A、ノート B、それから、えー 下敷きかな下敷き、A、下敷き A、下敷き B、バッチこれはそうですねうーん、ステッカー、カンペンケース、ポスター大全集 B5 サイズ26枚入り、ショッパー、ゴジランドセット、ね、このゴジラのイラストね、一時よく出てましたよね、かわいいやつね。はい、そしてですね。 ここですね。これ、このレコードもね、確か持ってたはずなんですよね。それはもうその後買ったんですけど、一目ぼれかな、君っていうね。どういうことかっていうとですね、この作品あの、沢口安子さんがね、出演されてて、まあ言えば広いんですね。そのか沢口さんがですね、さよならの恋人というゴジラのイメージソングを歌ったあレコードが出たということですね。はい。安子の歌声も素敵だよ。確かこれ持ったと思うんですよね。はい。 そして、まあ、最後のページには、こちら。The Making of Gorilla.1985 となってますね。はい。85なんですね。まあ、その84ゴジラの特集号で、確かこれを持ってたと思いますね。やつの全貌を剥ぐということで、えーゴジラの、ゴジラ復活の全容を捉えたパーフェクトアルバム。えー、オーライさんのオーバンポスターとか、えー、撮影ですね。 えー、ス,スタッフの秘話とか、ゴジラ役者日記とかね。はい。そしてこちら、コミック版ゴジラ。ね。えー、昭和60年1月10日発売予定。新春劇画で登場。これも持ってたと思います。はい。まあ、そんな感じでですね。えー、まあ、あの、ちょっとね、変わり種のコーナーになるかもしれませんけども、このパンフレットの えー、に載っていた商品の、えー、部分をちょっとご紹介ということで、はい、やっていこうかなと。まあ、あの、この本編がどんなものだったかとかね、いうことは、あの、映画のチラシの方でね、ご紹介していってますので、えー、そちらで見ていただければ。まだ今は昭和のとこやってますんで、えー、後々、えー、こちらに入っていくかなというところですね。はい。というわけで、えー、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、あ、グッドボタン。 また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。えー、また、コメントも多数頂戴しております。いつもありがとうございます、えー。本当に励みにさせていただいております。ありがとうございます。Twitter、えー、やインスタもやっておりますので、不都合気ですがあ、また見ていただければと思います。はい。えー、それではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。